イテム番号 SCP-565JP。オブジェクトクラスユークリッド、ケテル、ユークリッド。特別収容プロトコル SCP-565JP はサイト81の特別収容室内ガラスケースに保管されます。SCP-565JP が不活性サイクルにある際、SCP-565JP はレベル2のセーフオブジェクト汎用収容プロトコルに沿った取り扱いをしてください。SCP-565JP を常にビデオカメラで監視し、何らかの異常があった際は即座に報告してください。サイト81の特別収容室には一般的な医療施設の病室と同様の設備を設置します。SCP-565JP が活性サイクルに入るまで3週間以内となった時点で、満7歳から満12歳までの少年をサイト81の特別収容室に収容してください。ただし、一財団スタッフによる診断で余命が1年未満と診断されたこと、病名は問いません、2、SCP-565JP の活性化時、意識レベル1以上の保持を予測されることの2点を満たすことが収容対象を選定する条件です。上記の条件を満たす少年を常に3名以上確保し、収容した少年が上記の条件を満たさなくなった際は即座に代わりの少年を収容できる体制を整えてください。収容した少年に対する医療行為は苦痛除去のみが認められます。SCP-565JP が活性サイクルに入る前に少年が死亡、または意識喪失する恐れがある場合を除き、治療行為は認められません。特別収容室の半径500メートル以内に、収容者以外の満7歳から満12歳までの少年が侵入することは確実に防止してください。SCP-565JP が活性プロセスに入って以降は、この特別収容室が SCP-565JP の収容施設となります。SCP-565JP が終末期サイクルに移行するまで1週間以内となった時点で SCP-565JP-1 が生存している際は、速やかに安楽死させてください。SCP-565JP が不活性化した際は、SCP-565JP を特別収容室内ガラスケースに戻して監視を継続してください。説明、SCP-565JP は全長 80mm の4体組の人形括弧 SCP-565JP-A、SCP-565JP-D 括弧閉じです。19年に、社から発売された玩具に一見酷似していますが、に詳しい人間にとっては、似てはいるが全くの別物、と判断されます。SCP-565JP は後述するサイクル1不活性期、サイクル2活性期、サイクル3終末期の繰り返しを通じ、人類にとって有益な発見、発明、これは過去。未来を問いません、を消去します。活性期に入った SCP-565JP とはコミュニケーションを取ることができますが、有益な情報を得ることは困難なため実施は極力控えてください。SCP-565JP を破壊、または無力化するためのあらゆる試みは成功していません。SCP-565JP は人類に対して極めて敵対的なことが確認されています。SCP-565JP は日本標準時の毎年7月1日から、翌年の4月1日18時まではサイクル1不活性期にあります。サイクル1の間にある SCP-565JP は一切の活動をすることなく、通常の人形と同様に取り扱うことができます。ただし、SCP-565JP-A から SCP-565JP-D までの4体は互いに3メートル以上距離が離れた場合瞬時に転移し、互いの距離を3メートル以内に保とうとします。SCP-565JP は日本標準時の毎年4月1日18時に活性化し、サイクル2活性期に移ります。サイクル2に移行した SCP-565JP は、SCP-565JP-A から最も距離の近い満7歳から満12歳までの少年括弧以降 SCP-565JP-1 括弧閉じの元に転移します。転移した SCP-565JP は生物のように動き始めるとともに、SCP-565JP-1 と音声言語によるコミュニケーションを取ります。その結果 SCP-565JP-1 は SCP-565JP に対して数日で非常に強い友情意識と執着を持つようになり、SCP-565JP と SCP-565JP-1 を引き離すような行動には暴力を含めた抵抗をします。SCP-565JP-1 に対しての記憶操作は、数日間の効果しか持たず、
SCP-565JP、1は SCP-565JP の記憶を回復し、その後は一層の執着を示すようになります。SCP-565JP は日本標準時の毎年6月30日1802サイクル3終末期に移ります。サイクル3に移行すると、全長2メートル程度の黒い霧状の物質括弧 SCP-565JP に括弧閉じが付近に発生します。SCP-565JP には上部に黄色い光点が2つあり、目のような印象を与えます。SCP-565JP-2 が発生するとともに、SCP-565JP-1 は両手を広げた状態で、中空に固定されます。この際 SCP-565JP-1 のバイタルサインは危険な領域まで低下し、極めて強い苦痛を訴えます。サイクル3に入った SCP-565JP は外部からの干渉を無視し、一部を除き全く同じ発言、行動を以下の通り行います。サイクル3中の SCP-565JP のパターン。括弧 SCP-565JP-2 が発生。SCP-565JP-1 は中空に固定され悲鳴を上げる括弧閉じ。SCP-565JP-A 何 ?SCP-565JP-1 の個人名、くん ?SCP-565JP-B 大丈夫か括弧 SCP-565JP-2 内から初老の男性の声で括弧閉じ、我が名は宇宙大帝地獄、この小僧の命は我がパワーとして吸収してやろう。マイクロファイターズよ、お前らにはもはやなすすべはないのだ。SCP-565JP-C、SCP-565JP-1 の個人名は俺たちの大事な友達だ、そんなこと、絶対に許せねえ。SCP-565JP-D カッコサワンにあるキーボード上の衣装を触れるカッコ閉じ、なんてことだ、皆さん。内容は毎回変動、を犠牲にしてマイクロパワーを解くないと、奴を倒すことはできません。SCP-565JP-B、なんだって、そんなことをしたら人類は、リーダー、どうすりゃいいんだ ?SCP-565JP-A カッコ10秒ほどの沈黙カッコ閉じたとえ何を犠牲にしても目の前で苦しんでいる、SCP-565JP-1 の個人名、君を見捨ててることは、俺たちにはできない、行くぞ、みんな。SCP-565JP-D カッコサワンにあるキーボード上の衣装を触れるカッコ閉じ、了解、現実エネルギー吸収、マイクロパワー充填します。SCP-565JP-C それでこそ俺たちマイクロファイターズだ、待ってろ、SCP-565JP-1 の個人名、今助けてやるぜ。SCP-565JP-A から SCP-565JP-D は拳を突き上げ跳躍、SCP-565JP-2 の中に飛び込む。以上のパターンを実行した後、SCP-565JP-2 は内部から発光して消滅し、SCP-565JP は不活性化します。この時点で、パターン中で、犠牲、とされた発見、発明が失われます。犠牲の対象が過去になされた発見、発明であった際は、それらの製法、手順、配合などが一切の再現性を失います。例えば化合物 A が、犠牲、とされた場合、あらゆる製法を用いてもその化合物 A を作り出すことは不可能になります。この場合、すでに作られた化合物 A は消失することはありませんが、確認されている限り、犠牲とされた発見、発明のほとんどは実用化前の段階であり、それらの活用は事実上困難です。犠牲の対象が未発見、未発明の際の効果は不明ですが、それが、発見、発明される可能性、が将来にわたって失われたものと推定されています。これまで確認された、犠牲、の内容については、下記の実験記録を参照してください。SCP-565JP-1 はサイクル3の終了後2時間以内に死亡します。現時点で、一旦発生したサイクル3に干渉する方法は発見されていません。サイクル3で、犠牲、とされたものが及ぼす影響の大きさを鑑み、応募職員の許可のない実験は禁止されます。SCP-565JP に携わる全職員はサイクル2の間に SCP-565JP を不活性化させることを最優先に行動してください。オブジェクトクラスについて2000年6月30日。SCP-565JP による、犠牲、が、ケテルクラスオブジェクト SCP-JP の確立された収容保護手順、に及び、
特別研究主任、博士は SCP-565-JP のケテルクラス認定を申請。即時受理されました。追記。その後、SCP-565-JP の収容保護手順が確立括弧実験記録 SCP-565-JP、保、参照括弧閉じ。収容保護手順が確立されたこと及び、SCP-565-JP の活性サイクルが年に1回限りであり、収容コストがコントロール可能な範囲であることから、ユークリッドクラスに変更となりました。倫理的観点からのオブジェクトクラスに対する異議申し出は一切受け付けません。実験記録 565JP、ロ、1。実験方法。SCP-565JP、A の半径5メートル地点に被検体 A、半径50メートル地点に被検体 B を配置。被検体 A は、病の末期状態で昏睡状態にある。被検体 B は健康体。結果。SCP-565JP は被検体 B の付近に転移し、被検体 B が SCP-565JP、1、3となる。考察。反応のないお友達はお気に召さないようだ。実験記録 565JP、ロ、2。被検対象。SCP-565JP、1、3。実験方法。SCP-565JP、1、3をサイクル2開始時点で SCP-565JP から強制的に隔離。結果、SCP-565JP は SCP-565JP、1、3近辺まで転移。考察、単純な隔離は全く無意味なようだ。SCP-565JP の性質から予想は十分にできた結果だ。実験記録 565JP、ロ、3。被検対象。SCP-565JP、1、3。実験方法。SCP-565JP、1、3にサイクル3開始直前に A クラス記憶操作を実施。結果、SCP-565JP、2の発生を確認。サイクル3は完遂された。犠牲、稲品種、岩手189号。考察、絆、とやらは関係なさそうだ。どうやら我々は食糧危機への切り札を失ったらしい。実験記録 565JP、は、被検対象。SCP-565JP、1、4。実験方法。サイクル3発生と同時に SCP-565JP、2を各種装備で武装した戦術チーム10名で攻撃。結果、あらゆる攻撃は SCP-565JP、2を投下。SCP-565JP 及び SCP-565JP、2は我々の攻撃に一切のリアクションを示さなかった。サイクル3は完遂された。犠牲。HIV ワクチン、RY92。考察。SCP-565JP、2はただ、サイクル3のための小道具として存在しているのではないだろうか。SCP-565JP へのケテル指定を検討したい。実験記録 565JP、2。被検対象。SCP-565JP、1、5。実験方法。サイクル3発生と同時に SCP-565JP、1、5、する。結果、SCP-565JP、1、5は、SCP-565JP 及び SCP-565JP、には我々の行動に一切のリアクションを示さなかった。サイクル3は完遂された。犠牲、ケテルクラスオブジェクト、SCP-JP の確立された収容保護手順。考察、SCP-565JP のケテル指定を申請する。D クラスを好き放題使える連中が羨ましい。実験記録 565JP、ほ。被検対象。SCP-565JP、1、6。実験方法。サイクル2の期間中に SCP-565JP、1、6を、させる。結果、SCP-565JP は SCP-565JP、1、6の、と同時に不活性化。SCP-565JP は SCP-565JP、1、6を保護するような行動は行わなかった。サイクル3への移行は発生しなかった。犠牲。SCP-565JP、1、6。考察。SCP-565JP の封じ込め方法は分かった。問題は、我々はこれをやり続けねばならんということだ。SCP-565JP へのインタビュー記録。博士あなた方の名前を教えてください。SCP-565JP、我々は、特装勇者マイクロファイターズ。SCP-565JP、B、俺たちは、
地球の勇気ある子供たちと力を合わせて、宇宙大帝ジゴックと戦っているんだ。博士、あなた方は人類の味方なのでしょうか？ SCP-565JP、我々は人間が大好きだ。この星に暮らすみんなを、ひどい目に合わせるわけにはいかない。SCP-565JP、C、特に可愛い子ちゃんはな。SCP-565JP、D、あなたは科学者のようですね。我々と力を合わせて悪と戦いましょう。博士、検討しておきます。あなた方が子供と常に行動を共にするのはなぜでしょうか？ SCP-565JP、A、地球の子供たちの強い勇気と希望は、我々にマイクロエネルギーを与えてくれるんだ。何より。SCP-565JP、1、3の個人名、君は大切な友達だからね。SCP-565JP、B、地獄の好きにさせるわけにはいかないぜ。博士、以前あなた方が、助けた、SCP-565JP、1、2の個人名、君はあの直後に死亡しましたが。SCP-565JP、我々は、特装勇者マイクロファイターズ。これ以降の質問に対して、有効な回答は得られなかった。ほい。日本国内で展開されたあらゆるアニメ、漫画、玩具その他フィクションを調査しましたが、マイクロファイターズ並びに宇宙大帝ジゴックに関する記述は確認されませんでした。